核酸。核酸は、リボ核酸とデオキシリボ核酸の総称で、塩基と糖、リン酸からなるヌクレオチドが、ホスホジエステル結合で連なった、生体高分子である。糖の部分がリボースであるものが、RNA、リボースの2くらいの水酸元が水素基に置換されたに、デオキシリボースであるものが DNA である。RNA は2位が水酸元であるため、 加水分解を受けることにより DNA よりも反応性が高く熱力学的に不安定である。糖の一位には塩基、核酸塩基が結合している。さらに糖のらいと隣の糖の5位はリン酸エステル構造で結合しており、その結合が繰り返されて長い作業になる。転写や翻訳顎いから酸家への方向へ進む。なお、糖砂の両端のうち、 後にリン酸が結合して切れている側の方を五末端、反対側を三末端と呼んで区別する。また、隣り合う核酸状の領域の五側を上流、三側を下流という。核酸の一時構造とは、ヌクレオシド成分が、ホスホジエステル結合によって、連続的に連結され、枝分かれのない、ポリヌクレオチドさを形成させるような、ヌクレオシド配列である。 拡散の二次構造とは、一本鎖のある時に、このポリヌクレオチドの場合には、塩基間の相互作用によって規定される、ヌクレオチド成分の空間的配置を指す。二本の相互差の場合には、同一の鎖の隣接塩基間の相互作用と、互いに並行している鎖の対抗塩基間の水素結合により安定化された規則的な二重螺旋を意味する。拡散の三次構造は、 固定化された二重螺旋とそれ以外のタイプの配列で形成される。核酸の四次構造はリボソームやヌクレオソームのような核タンパク質と相互作用している高分子の空間的配置を意味する。特にポリヌクレオチドとポリペプチドの相互依存による高分子構造を指す。核酸塩基は核酸を構成する塩基成分で主なものにアデニン、グアニン、シトシン、チミン、 裏汁があり、それぞれ A, G, C, T, U と略す。構造の骨格から、プリン塩基とピリミジン塩基とに分けられる。拡散やヌクレオチドの構成単位の繰り返し数として、例えば、10塩基、1本鎖の場合、または10塩基体、二重鎖の場合などと便宜的に用いる。DNA の場合、アデニンとチミン、グアニンとシトシンは、 水素結合を形成する。AT 体が2つの水素結合を形成するのに対し、GC 体は3つの水素結合を形成する。そのため、GC 含有量が大きい領域では安定性が高まる。略号の AT が Weak の頭文字、W、GC が Strong の頭文字 S となっているわけである。一方、RNA はアデニンと裏知る。 グアニンとシトシンで塩基体を形成する。塩基として、チミンではなく、ウラシルで構成されるが、ウラシルもチミン同様ピリミジン骨格であり、アデニンと塩基体を形成する。ウラシルは、チミンのメチル元が水素機に置換された塩基である。比較的広範囲で使われている略語を示した。分野によっては、これと異なった略語を用いることもある。就職塩基など。 また、塩基とヌクレオシドを区別したい場合は3文字の略号を使う場合もある。核酸やタンパク質などの巨大分子に起こる現象の一つで、一般的に2次以上の構造に関係している、非共有結合交互作用の破壊を指し、核酸の場合では2本鎖から1本鎖の変換を意味し、寛用的に誘拐と言われる。編成の科学的外因は、紫外線、熱、 加圧、核反、酸、塩基、溶媒のイオンなどである。これらのような刺激を与え続ければ、核酸の螺旋構造は溶けてゆき、最終的には、並行していた鎖が完全に乖離し、一本差となるだろう。この繊維の所要時間をその螺旋構造の安定性、と言える。鎖の乖離は、対抗塩基間の水素結合の切断によって、進行するが、G。 C 塩基体の3本の結合より、A、T 塩基体の2本の塩基体の破壊が容易である、ことは明らかである。スタッキング相互作用も安定性に関わるが、それは、フォーミュラ1の項で衝突する。また、溶液の4強度にも影響を受ける。螺旋分子の主査には、不電化を持つリン酸元があり、2本の鎖状のこれらの不電化は互いに近くにあるので、 遮蔽されていなければ鎖同士を反発させようし、分離を促す。イオン濃度が高いと、非イオンによって不電化を遮断し、螺旋は安定化される。G、C 含量が増えるたびに、また、溶液の4強度が強くなるたびに、編成にかかる時間は増加する。溶液のイオン濃度を一定に保てば、この時間は、塩基素性に依存するので、測定により、 その螺旋構造の安定性を定量化することができる。安定性の指標として、主に温度、pH、塩基素性からの計算などがあり、それぞれ t、ph、フォーミュラ1と表す。以下にそれぞれの詳細を記述する。誘拐温度という螺旋分子溶液を徐々に加熱すると、そのポリヌクレオチドに特異的な一定の温度範囲内で、 その溶液の性質が急変する。温度の増加に伴う、種種の性質の変化は、螺旋構造の崩壊の進行に比例する。加熱前の螺旋分子の温度と、変成完了の瞬間の温度の中間の温度が、融解温度なのである。熱変性には、先行度や粘度の減少、沈降定数の増大などを伴うが、この繊維の経過の検出に最も広く用いられる。変化は、 急高度の増加である。そこで、急高度の観測実験を例に取り上げ、t の具体的な説明をする。種種の螺旋分子の溶液を加熱した時の急高度の変化を観察すると、明らかに狭い温度範囲で急高度の増加が起こり、ある温度から再び急高度は一定になる、という特徴が見られる。上昇が止まった。 急高度は二次構造の完全な崩壊を意味するので、繊維の途中での螺旋部分の割合と、平線部分の割合は次の式で求められる。ここで、D、D、D は、完全に変性した分子の急高度、ある中間温度でのポリヌクレオチド溶液の急高度、低温でのポリヌクレオチドの急高度である。上で、変性完了の瞬間の温度の中間の温度が、 誘拐温度と伸びたが、この式から表現すると、誘拐温度とは、螺旋部分の割合と平旋部分の割合が等しくなる温度である。t の値は、一定の外部条件下では一定であり、ためにその構造のみで規定される螺旋分子の安定性を指標することができる。pH は、上昇前の pH と、編成の完了の瞬間の pH の中間の pH の値である。 定義については、上の t で、温度を pH、t を pH を代入したものと同様であるので、pH について特に解説することはない。以下に、両者の変性過程に共通して関わることを述べる。螺旋分子の変性の繊維過程の特徴として、ネイティブの状態から、変性状態へ繊維するときの繊維間隔の幅が上げられる。螺旋分子の変性過程を、 上で示した、急高度の観測実験のように解析した、結果において、1シーた曲線に対する点での接点が、直線シータイコール1、およびシータイコール0と交差する温度の差から求められる。これは繊維の強力性、すなわち、温度の上昇に伴う、螺旋構造の要素のすべてが崩壊する、同時性の度合いを反映する。 螺旋構造がある温度で同時に消失するとき、t コール0となる。DNA は決してそのような誘拐はしない。今まで二重螺旋のことばかり扱ってきたが、拡散には一重や、見え、酔え、螺旋も存在し、また部分的に二重螺旋を持つ三次構造も存在する。それらと比べ、単一の種類の螺旋分子の未変性温度及び、pH は極めて低く、また t は、 特徴的に低いので、他の構造とほとんど区別できる。構造安定エネルギーという、上で示した通り、螺旋構造の安定性は G、C 含量に依存することを述べたが、実はそれだけでなく、スタッキング相互作用も関与している。水素結合は、螺旋の軸に垂直に、スタッキング相互作用はほぼ平行に形成されるため、 両者の安定性への寄与を分けて考えることが可能である。フォーミュラ4は37度における構造形成の自由エネルギーを意味し、フォーミュラ1は水素結合とスタッキング相互作用の両者の寄与から予想された安定性の指標の一つである。この指標は IT のコラが1971年に再延期体モデルとして提案され、このモデルは拡散の延期体形成に関して 最も影響を与えるのはすでに生成している隣の塩基体であるという考えを基本にしている。なぜなら、水素結合の強度は1塩基体における2つの塩基の組み合わせに決定され、スタッキング相互作用は距離の6乗に反比例するので、ある塩基体と隣接塩基体のさらに隣の塩基体との間働く力は無視できると考えられるためである。すなわち、 打線構造の安定性は、隣接する塩基体の足し合わせによって求められると考えられた。打線構造において、可能な細菌節塩基体の組は、DNA、DNA 及び RNA、RNA で10種類、DNA、RNA で16種類である。どんなフォームやら六フォーミュラ6フォーミュラ6フォーミュラ6、6フォーミュラ6フォーミュラ6なフォームやら6フォーミュラ、 6フォーミュラ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 6もし螺旋構造の安定性がこのモデルに従えば異なる塩基配列を持つ螺旋分子同士でも同じ最近節塩期体の素性を持つのなら安定性は等しい最近節塩期体モデルから上手に示した最近節塩期体の組の構造安定エネルギーの実験的測定の網羅から 構造安定性は解読されている。ほぼ全ての生物に含まれていると考えられる。重量比では、酵母、海苔、白子、柿、大豆、肝臓などでの検出値が高い。5おさむき